皆さん、ごきげんよう。神川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら、動画編集について、下記の質問がありました。今回は、こちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速、行ってみましょう。質問1、この動画を日本語に訳したいのですが、YouTube の設定をいじっても、字幕アイコンが出てきません。訳してくれるサイトとかありませんか?ということなんですが、この動画には YouTube の字幕がついていませんので、字幕自動翻訳というわけにはいきません。ただそのような字幕が全くついていない動画であっても、同時通訳という手がないわけではありません。PC ならば、最もポピュラーな方法には、Google 翻訳を使うという方法があります。他にも、Microsoft スピーチトランスレーションなどがあります2つとも無料です。Win ならば、動画再生と、Google 翻訳を2つ並べて表示させておいて、動画を流しながら、Google 翻訳のマイク入力を使って、文字起こしと翻訳のいわゆる同時通訳が可能となります。この方法は結構精度が高いんですが、残念ながら欠点もあります。まず無音の時間が長いと、止まってしまう時があります。また、一定文字数1300文字ぐらいを翻訳すると、勝手に止まってしまいます。その時は、一度、かけるでクリアしてから、再度マイクボタンを押せばいいのですが、途中で切れるというのは、やはり嫌なものですよね。一方、スマホでは、Google 翻訳アプリでは、これができません。ブラウザを PC 版サイトにしても、使えません。なので、別の方法としては、UD トークというアプリがあります。使い方は、説明欄に URL を記載しておきますので、私の過去の動画を見てください。欠点としては、このアプリは日本語の文字起こしは素晴らしい精度なんですが、他の言語は、それほど精度がいいとは言えないレベルだと思います。ただお気軽に無料で使用できるので、ぜひ一度お試しください。その他の方法としては、一度文字起こしアプリで文字起こしして、それを Google 翻訳にかけて日本語にするという手があります。文字起こしアプリとしては、Microsoft Speech to Text、Microsoft Word、Microsoft Group Transcribe、Google ドキュメントなどがあります。あとは面倒ですが、画面に字幕が出ていますので、スクリーンショットして、テキスト化して、翻訳という手もあります。Google フォトが使用できます。以上です。大叔，我能跟你合张影吗？我就是觉得您这造型挺酷的，想跟你合张影，行吗？行吗？可以。但是我有个条件，要让我先说段词儿。20年来，古平黄金定河北，征乌桓，收荆州，天下九州，得其六，方有中原今日之一统。四海之内英雄，可有谁能胜孤一筹？孤今日当不当受？孤今日何老师哎，我知道，好，真不行，今天真不行，哎，我是觉得那个曹操的形象啊，还是不够威武，我就觉得这个眉毛啊，
可以让它变一变。我自己研究了一个小方法，就是这个胶水你看就像那个双面贴似的，特简单，它一贴上去它就可以粘，就你看气质是吧。 老何，咱们这个三国古战场主题公园它经营以来呢业绩一直不好，公司也是经过了大数据的分析之后决定把你们这个实景表演给撤了。老妹儿，把新合同给了你，以后的工作呢就是跟游客合合影啊，让游客拍拍照啊，反而比以前更轻松了。老贺签完合同之后，把这合同都那个按需要留在手啊。好。就要跟那个旅客一起拍照。其实我觉得你演得特好。哦，谢谢。你以前是专业演员吧？是话剧团的，后来改制了，我们剧团就解散了。那真是，说实话，当年喜欢看我演出有很多人，那我们那剧场也就两三百人，那满满的，大到六七十岁老太太，小到十几岁小姑娘，那也是有粉丝的。何老师，你今年这个合同您抓紧签了吧。哎，您看工资都改了，以前1800，现在2200了。哎，对了，咱们公司现在还引进了新项目，今天刚到的样品。怎么样？这是什么？二次元啊 ，cosplay。就是我也要穿这个。啊。哦，那有台词吗？不用说台词。就跟游客照个相就行。哎，我是一个演员，我得有台词啊。何老师，您就把合同签了，我好交差，配合我一下吧。我是觉得你对演员的理解不准确，那演员不是穿身衣服摆个姿势那就是演员。你比方说我要演曹操，《三国演义》《三国志》我都看了10几遍。我要研究人物，过去人寿命短，曹操死时候也就50多岁，但实际上看上去像60-70。还有怎么看那个曹操那个形象呢？那不能回到几千年去找曹操，你又不认识他，你又见不到他，你找原型谁？我老婆他大舅，我就觉得他像曹操，67岁副师级，那状态、身板、走路姿势。我在我媳妇儿面前，我一学他大舅，他就觉得像，他就笑，给你感觉一下，你看看跟曹操是不是有相像的地方？你哪个媳妇儿笑了？你们在公园吗？你在这演什么呢？这马上去演出了，那边等着呢。什么演出啊？怎么没演出了？咱俩是说好今天去办的，是呗？是。你拖在这磨磨唧唧，你干什么呀？啊？那个姑娘，你先出去，这合同回头再说，行不行？这是嫂子吧？您帮我劝劝何老师，让他把这合同签了吧。这不涨工资了吗？为什么不签呀？你是不是对钱没有概念啊？可他那个，他没有台词儿。赶紧给我走！干嘛去？民政局啊。哎，非得今天去吗？就得今天去。那我换个衣服，你等我一下，卸个妆。你不卸妆了，5点就下班了。我不能这穿这身去吧？你不就爱演吗？你到那儿演去呀！我不嫌丢人，你嫌什么呀？走走走，上那儿演去，继续演。走走走走走走走。哎，你不能。哎，我爸明天再来，下班了啊。我以为你这些所谓的什么戏痴梦早就没有了。
你们剧团里面那个于超啊、老李啊、哑巴人不都改行了吗？那怎么了？人生意做得挺好的，那怎么就你就不能改行了呢？总有人坚持嘛。你坚持什么？梦想。你坚持梦想，你坚持梦想，你丈夫、你父亲的责任呢？你梦想比你儿子都重要啊！给你2万块钱干嘛的？啊，让你干正事儿的，你做了这身衣服，你做了这身行动，你干什么呀？我跟你说，你就不是什么梦想，你就是表现欲太强。你儿子说的，你儿子就是这么说你的。说你给我们娘俩就非得大富大贵，但是咱们活着得有点尊严吧，咱不能成为别人的笑柄啊。我一直以为你喜欢看我演戏。我当时是喜欢啊，真喜欢。可是老何，咱不能老停留在那时候。明天9点啊，我还来这儿啊。我觉得可能我儿子说的对，我可能就是表现欲太强了，需要引起别人的注意。我去别人拍照片，也能引起别人注意。能不离婚吗？你40了，你不干演员，你还会干什么呀？20年来，古平黄金定河北，征乌桓，收荆州，天下9州，得其6，方有今日中原之一统。四海之内英雄，可有谁能胜孤一筹？孤今日当不当受众卿这一杯喝酒？好。